魔法使いと七つの扉、略してマホナナ。この番組は私あゆみがお送りするゲストトークバラエティ番組です。さまざまなカテゴリーで活躍する豪華多彩なゲストとともに、ゲストをこの番組独自の切り口で掘り下げていきます。プレゼンテーターの私が師匠、ゲストを魔法使いと称してリスナーとともに魔法の謎を解明していっちゃいます。今まで知らなかった意外な一面が見えちゃうかも、ということでございまして、あゆみです。3月29日配信分お気づきでしょうかという感じなんですけれども、改変期ですねとってもとっても改変期でございます。なんで、この番組がもしかしたら本日終わってるしまうかもしれないみたいな風に思ってる人誰もいないんだろうな。続くんでしょ、ふーん鼻ほじいぐらいの感じで思ってると思うんですけど、はい、続きます、よろしくお願いしますということでございまして、なんかねこの時期になるとやっぱりこう3月末だから番組なんか他の番組がねこう終わっちゃったりすると、終わっちゃうんですか、大丈夫ですかみたいなメールが来るんですけど、この番組には一切来ないね他の番組には来るのに、ランナー心配してないのか、心配してちょっとぐらいまあでもね安心してください、続きますよということでございまして、そんな今回はですね、なんとまあねゲストさんもね公開されておりますが、初めてのこうなんていうんですか、海外からのゲストということでございまして、ついに日本以外も手を出したかみたいな感じになってますが、すごいよね今はさ。だってさ、こう時間合わせたら海外の方もゲストに来れちゃうっていうね、このね、いやなんかすごいよね、ありがたいなと思ってます。ちょっとどんな感じになるのか楽しみです。ということでございまして、今回も始めていきましょう、魔法使いと七つの扉。今週もあなたを未知なる扉の向こうへ。この放送はマホナナ制作委員会の提供でお送りします。魔法使いと七つの扉。物語のプロローグということでございまして、普通音を読んでいきましょう。はい、まず1つ目、下ネタ係長さんからいただきました。この前自宅で袋麺のインスタントラーメンを食べようとしたのですが、せっかくだからトッピングにもこだわろうと思いました。へえら、ネギ、チャーシュー、メンマ、煮卵と焼き海苔を買って、うわすげえフルじゃん、ラーメンにのせ大変美味しくいただくことができたのですが、困ったのは煮卵です。パック入りで6個入りのやつしかなかったので、残り5個も残ってしまい、あまり長期保存もできないと思ったので、翌日煮卵を5個食べる羽目になりましたあ、もうだから2個入れればよかった。あみさんはよくラーメンを食べますが、トッピングのこだわりはありますか？ちょっとねラーメンの話を振られるとちょっと長いんですけど、まず自宅ではそんな作らないし食べないんですが、まあ、外食の前提でねちょっとお話ししますが、トッピングはつけます、つけますけど、最初に絶対混ぜないというこだわりがありますめんどくせえ女だな。例えばこうね、なんだろう、まあ、チャーシューとか混ぜないですけど、高菜とか、まあ、あと紅生姜、まあねこうね、いわゆる博多系とかだと高菜紅生姜つけたりしますけど、まあ、ついてたりとか、まあ、トッピングというか、 なんかテーブルに置いてあるお店もあるかなとか、まあまあ結構まあいろいろなパターンがありますけど、トッピングでこういわゆるキャッシュオンしてもらうパターンもありますけど、私は、まあ、どのようなパターンでもとにかく、あテーブルにあるやつだったら途中からしか言えないです。なんか味変ですね、つまり味変をしたいので、なんかね、できれば2回ぐらい味変をしたい。まあなんか博多ラーメンが分かりやすいと思うので、博多豚骨だとまあ普通に食べるでしょ。普通に食べて途中でまあ高菜ないしは生姜を入れてちょっと味を変えて、できればこうトッピングメインとちょい麺ぐらいで食べる。でまあこうね、
博多だとしたらこう替え玉があるので替え玉もらうで、替え玉食べつつ途中でちょっと、まあ、さらに替え玉の途中でなんかスープ濃くするやつがあるでしょあれを入れたりとか、高菜と生姜があるんだったら高菜を最初に入れて2回目に生姜を入れたりとか、なんかね2回ぐらい味変をしたくなるので順番に入れますね。でだから煮卵とか、まあいわゆるそう固形物のトッピングがあるとき、チャーシューとかメンマとか、まあそれこそねメールにあった煮卵とかはでだいたい半分ぐらいの時とにからに食べますね。なんかね最初は食べない、最初は素の味を楽しみつつめんどくせえオタクだな、そうやることが多いですかね。なんかねラーメンじゃなくてもね、なんかそば系、ざるそば、ざるきし、ま、とかでもそうなんですけど、最初にまず麺を食べたいの、あ何もつけずに麺を食べたくて、麺を食べてこうつけつゆにちゃんと普通につけて食べたりとか、まあ、あとなんか塩を試したりとかいろいろ試してこういろんな角度から楽しんで食べたいなんかその方がさ、なんかいっぱい楽しめてる気がしない、私だけなのかな、はい、まあ、そんなんとでございますかね。続きましてもう一ついきましょう。こちらです、カラーひよこ百色さんからいただきました。夜中小腹が空いたので何か食べるものはないかと探したのですが、何もなかったのでコンビニにでも行こうと思いました。僕もいい大人なので誰かに怒られるでもないのですが、夜中に出かけることと買い物に行くことになんとなく罪悪感を抱いてしまい、結局朝まで我慢することにしました。あみさんは夜中にコンビニに行ったりしますか？行かないですね行かないですね。いや、家に帰ったら出たくない派なので、私も例えばお腹空いたな、何もないなと思って、例えばまあこう家に帰ります、まあね、仕事をしてきました、家に帰ります、例えば12時ぐらいだったとして、もうお風呂に入ってたら絶対に出ないですね。お風呂に入ったら絶対に出ないけど、まあ、だから帰る時にお腹空くなと思ったら計画的に何かを買って帰るか、途中でどうしてもお腹が空いてしまって、でもお風呂に入ったら絶対出ないから、いやなんか多分出不精なんだと思うんですけど、なんか出たくなくないコンビニだからとかじゃなくて、なんかあんまり出たくないです。めんどくさがりなのかもしれないですけど、まあよっぽどもうダメだ死ぬってなったら出ることもなくはないんですけど、もうよっぽどじゃないと出ないかな。夜中にコンビニに行くかどうかで言うと行くんですよ、別にその外に出てれば。例えばまあね、やっぱねこの仕事不思議なもので、夜中になんか移動したりとか、夜中に打ち上げがあったりとか、夜中から何かあったりすることもある仕事なので、まあ、夜出歩くことは別にあるんですけど、それなんかまあ普通に夜外に出てるのでそのついでにっていうことはあるんですけど、わざわざだったら出ねえなー出ねえなー。なんかねこう着替えて、まあちょっと、まあ、まあこのご時世マスクをしてるからさ、まあ、お化粧とかいいんでしょうけど、こうなんか準備して外に出られる格好をして何かをするっていうのがね、ちょっとハードルが高いなっていうね。まあただのめんどくさがりかもしれませんけど、みんなは出るのかな。出る？でも出るか、別になんかもうそのままジャージでいいや族の人は出るかもしれないけど、ジャージにも着替えなきゃいけないでしょってわざわざさ、ジャージで生活してる人はいいかもしれないけど、なかなかねちょっと出ないな、出ません出ないですということでございまして、はい、この番組では普通歌募集しております。宛先は温泉番組配信ページの投稿フォームまで。ということでここで1曲お届けしましょう。テレビアニメ180秒で君の耳を幸せにできるかより主題歌です。私エミで主書手。合図したら囁いて世界が目覚める前に捕まえて幸せの音色を胸の奥線点数霞んでゆく
主書店を聞いていただきました。続いてはこちらのコーナーです。魔法なな、七つの扉、七つの扉へようこそ。このコーナーでは各分野で大いに魔法を発揮しているその道のエキスパート魔法使いを招きしています。今宵魔法使いの前に現れるのはこの七つの扉。それぞれの扉を開いて魔法使いの新しい一面をこの図書館の本に記していきましょう。ということで今夜の魔法使いはこの方、ゲームパブリッシャー CFK さんからプロデューサーのキムヨンジュンさんです。よろしくお願いします。はい、こんにちは。CFK のプロデューサー役をしているキムヨンジュンと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではですね、いろんな話をちょっとお聞きしたいんですけれども、まずはですね、今回まあ7つの扉ということで、7つのキーワードをもとに、いろいろお話をしていただくのですが、まずちょっとこんなキーワードからお聞きしていきたいと思います。最初のキーワードこちらです。 CFK でのプロデューサーってどんなお仕事？ということで、プロデューサーっていうのは今普段どんなお仕事をされてるんでしょうか？そうですね、CFK でのプロデューサーってちょっと他の会社さんとは違うかもしれないんですね。一応いろんな仕事をやっています。はい、まずいろいろゲーム開発から、ゲームを見て、ゲーム開発する人方を障害するとか、はい、そして発売するプラットフォームから、はい、開発の方向性を指定すること、はい、そして発売地域やその地域による言語ですね、翻訳などそういうことを指定するとか、そしてパッケージのデザイン、はい、そしてまたキービジュアルを、はい、キービジュアルのデザインなどいろいろ制作関連で仕事をしています。今お聞きした範囲だとなんかもう全部みたいなイメージがあるんですけどそうですね、全部ですね、はい、それね、はい、ゲーム開発って、まあ、正直結果物を見ているとゲームを楽しめるプレイヤーさんは、はい、ゲーム時代を見て判断しますけど、はい、その後にはその下にはいろいろ本当にいろんな方がはい、ゲーム一つを作るために頑張っているんじゃないですか。はい、その人方を全部まとめて管理して仕事をお願いすることが CFK のプロデューサーってことと思います。なるほど。ゲーム会社さんのプロデューサーって今 CFK さんでの、プロデューサーのお話お聞きしたんですけど、他のプロデューサーとはちょっと違うなって感じてるところってありますか？はい、他の会社だったら実はこうなんだけどなとか。うん、他の会社さんだったら、はい、そうですね、まずほぼ同じだとは思うんですけど、本当にプロデューサーという仕事っていうのは他の会社さんはちょっと偉い方みたいな感じがしますねいや、キムさんもプロデューサー偉い方ですよね僕はちょっと そこまではないかなとは思います。いやそれはね、ただの謙遜な気がしちゃうんですけど。
はあ、やっぱ違いますか？他の会社さんのプロデューサーさんとお話しされることとかもありますか？ああ、いや、お話ししたことはあったんですけど、はい、本当に食作ということところから違うんですね。僕はちょっと会社の中でも実務をしている位置とすると、はい、他の会社さんのプロデューサーってなんか下のテラクタさんとか、はい、いろんなお方を回って、はい、仕事をしている感じ、やっぱり外から見るとそう見えたのかな。はい、よくわかりません。すいません。あ、じゃあなんかね、実務をするしないでもちょっとね、会社によっても変わってくるのかなという感じはあるんですけれども、ちょっとそんなね、会社について触れたところでこんな質問も、してみたいと思います。はい、CFK ってどんな会社？ということで、CFK さんって他のゲーム会社さんとはちょっと違うところとかっていうのはありますか？はい。CFK って、まあ、一応、韓国に、取材している、はい、ゲームパブリッシングの専門企業ですね。はい。はい、今は、いろんなジャンルのゲームを、はい、一応、グローバルで発売しています。はい、グローバルで。はい。もともと、CFK というのは、昔、日本の、サイバーフロントという、はい、ゲームパブリッシング会社があったんですけど、はい、そのサイバーフロントの、韓国の法人で始まった会社なんですよ。はあ、そんな経緯が。はあ、はあ、はあ、はあ。はい。それで、2013年頃に、サイバーフロントはなくなったんですけど、はい。はい、CFK はちょっと生き残って。生き残って。はい、本当に生き残って。はい。もともとサイバーフロントコリアだったんですけど、その略、はい、その略を名前として。そうだったんですね。はあ、はい、知らなかった。これ何の略ですかって聞こうと思ってましたし、はい、そうだったんですね。はい、生き残ってって言うとちょっとあれですけど、あ、ちなみにゲームパブリッシングっていうね、単語が先ほどからもちらちら出てますけれども、ちょっと知らない方のためにちょっと改めて教えていただきたいんですが、はい、ですね、ゲームパブリッシングっていうのはどういったことをされる会社さんになるんでしょう？うん、はい、パブリッシングというのは普通に言うと流通ですね。うん、でも一般的な流通というのは一般販売ではなく、はい、プラットフォームホルダーさんや、そういうところにゲームを流通する会社になりますね。うーん、一応はい、皆さんご存知の光栄テクモさんや、はい、コーナミさん、カプコムさんも一ゲーム開発者でありゲームパブリッシングもやってますので、弊社は本気なゲーム開発はしてはないんですけど、はい、ゲームを流通はしています。うん、はあ、韓国にある、ゲームのいわゆる流通をこうメインにされている会社さんっていうイメージで、多分リスナーさんは聞いていればいいのかな、はい、っていうフォローさせていただきますが、はあ、なるほど。ちなみになんですけれども、キムさんめちゃめちゃ日本語上手ですね。あ、いい島。本当に緊張してて緊張してるんですか？そうなんですか？はい、めちゃ流通に喋りますよね。なんか どこで習われたんですか、この日本語は？僕はちょっと恥ずかしい話になりますけど、はい、昔から日本のゲームが大好きで、わあ、あら、はい、そこから日本語を勉強することができて、はい、それで日本語がちょっとできますね。いや、だいぶできますよ。だいぶできます。そう、ちょっとじゃないですね、それは。ちなみにどんなゲームをされてたんですか？そのお好きだったゲームとか。はい。はい。僕は子供の頃、小学生の頃から、ストリートファイター。ああ、はい。はい。ストリートファイター2がすごく流行ったんじゃないですか。流行りましたね。超人気で。はい。そこからゲームにハマってしまって。はあ。はい。それで、ゲームをプレイしながら。はい。ちょっと今思い出すのは、セガサターンの桜大戦。ああ。など。はい。
そしてドラゴンクエストとかファイナルファンタジーとか有名な作品から、ちょっとメジャーな作品まで、俺の屍を超えてゆけとか、そういう、そういう日本語、そう、日本語メインのゲームをしながら、すごいやっ日ていく本語、あと、れ、ね、その時ってどうなんですか？わかるんですか？こう、文字出てきて。わからなくても、そのプレイ自体が面白かったんですよ。なるほど。そっか。そうしながら、後で考えると、そうしながら、そうしてみると、なんかこの言葉が理解できるようになって、本当に クロノトリガーとか、クロノトリガーは20番以上エンディングを見ました。めちゃめちゃやってる。本当にその頃はゲームにハマってて、本当にゲームばっかりしていて、学校の勉強はちょっと後回りした覚えがあります。じゃあゲームがお好きなんですね。日本のゲームがお好きだったんですね、それはね。で、ゲームこういっぱいやられて、日本語をこう知らないうちにこうそうです分ね。かっていそう、く。本当に知らないうちに、なんか、この団子は何を意味するかを少しずつ理解することができて、そこで後でちょっと、日本語できるんだなと思いまして、ちょっと日本の方とお話ししながら、なんとなく話ができることになりまして、なんとか、いすや、ごいでおす恥ずかね。しいです。いや、なんか嬉しいです。全然私日本の代表でも何でもないですけど、めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます、いっぱい。まあね、そんないろいろキムさんの話だったりとか CFK さんの話をお聞きしてますけれども、今回新作が発売されたということで、今実は手元にあるんですが、ちょっとこの作品について今日は深くお聞きしていきたいなと思います。こちらです。シクスターゲートスタートレールについて教えてということで、今めちゃめちゃ豪華なパッケージの、これはスイッチ版ですかね、が今手元にありますが、可愛い女の子がメインで描かれてるんですが、これはどんなゲームになりますか？シクスターゲート、スタートレイルは、リズムゲームです。リズムゲーム。音ゲーというゲームですね。その開発した人間たちがみんなリズムゲームが大好きな人型なんで、全世界のリズムゲームのファンに捧げようと思いまして、作りました。すごい。少女と星を巡る音楽で旅する宇宙航海機。かわいい。これちょっと開けさせていただいてもいいですか？せっかくなので。よ、なんかゲーム以外にも山ほど入ってるんですけど、これは、なんだ？なんか、まずゲームが出てきました。ああ、これね、パッケージ。あ、違うんですね。この初回限定版のこのパッケージのイラストと違いますね、ゲームのパッケージ、これ。かわいい。はあ、で、なんか、ん？アクスタが出てきましたね。アクリルスタンドが出てきましアクた。リスタンドですね。アかクわリルスいい。タンド、かわいい。めちゃめちゃ大きいですね、これ。なかなかこのサイズのアクスタないですよ。でかいアクスタと、これはなんだ？これ、あれですか？ジャケットが変わる？ジャケットを変えられる？アナザージャケッアナザト？タイトルシート。ああ。アナザジャケットです。そおん客な。さんが直接入れ替わることができます。あとはこれは、CD が出てきましたね。これは、サントラか。音ゲーのサントラっていうと、これはゲーム内で遊べる曲とは別なんです？いえ、同じ曲なんですけど、ゲームにはゲーム用として、2分から3分ほどの時間の、あれがありますよ。人が集中できる時間内にプレイできるように、ゲームとしてアレンジしてますけど、それの、フルバージョンが、今回の、サウンドトラに入ってます。これ、販売ではもう買えます？販売買えないのか。販売では買えます。音ゲー、つけちゃっていいんですか？こんなみんな音ゲーだったら欲しがるじゃないですか。初回につけちゃう。あとなんか本が、分厚い本出てきましたよ、これ。これはよ、
設定資料集で。本当だ、はい、あら、かわいい。あ、女の子2人いるんだ。そうですね。あ、へー、シーちゃん、ラミちゃん。かわいい。あ、設定資料集。あ、後半ね、それこそラフとかの資料集ありますけど、前半はこれ、えらい量のこう、あ、曲のビジュアルですか、これ。はい、このビジュアルジャケットです。あー、そっか、音ゲーだからそれぞれにね、ジャケットイラストみたいなものが、曲単位で存在してるんですね。はい、わー、あー、これはいいですね。ゲームでね、見るとやっぱこう、小さめに表示されるものがこんなに鮮明に出てる。あ、ラフもかわいい、これ。あ、ゲームのジャケットのラフも入ってるんですね。え、これも販売しなくていいですか？これ、つけちゃうんですか？販売しましょうよ、これは。うわー、お得すぎますね。ありゃー。あ、これ見てるとラジオ喋れなくなるわ。あ、スタンプもある。かわいい。SD とかも全部、揃ってて。え、この豪華な、初回限定版と、あと通常版が今発売中という感じなんですかね、これ。開いてみると、はい、あ、実際にあのこれお話的には、まあ、音ゲーということなんですけど、なんかあらすじとかはあるんですか？そうですね、はい、シスターゲートはもともとストーリーとして館長、はい、プレイヤーさんと、はい、あのオペレーターの、 あのシーちゃんが、はい、あの探査船アウスフルクに乗って、はい、シスター世界を探査する冒険の物語を描きますという、あのプロローグを持っています。なるほど。ははは、はい、じゃあ今まではスチームというPC のプラットフォームで、はい、展開していましたんですけど、はい、今回シスターゲートスタートレールの任天堂スイッチ版ではそのプロローグから本当にゲームのストーリーとオペレーターシーちゃんと館長、そして新キャラクターのラミちゃんのストーリーが広がれられるアドベンチャーモードを収録しております。ああ、じゃあこのスイッチ版でその追加された要素がいっぱいまたあるよっていうところなんですね。そう、ストーリーモードだったりとかキャラクター、はい、へー、この例えばこう、あ、もう次の扉に行きましょう。ちょっと次の質問になるんですけれども、はい、じゃあ実際シクスターゲートスタードレイルこんな人におすすめだよっていうとどんな方にこうプレイしていただきたいとかっていうのはあるんでしょうか？はい。シスターゲートスタートレイルは、リズムゲームとして、はい。いろいろ、本当に幅広く楽しめるゲームになっております。はい。リズムゲームが苦手な方でも、はい。リズムゲームの、メニアも楽しめる、いろんな難易度と、はい。そちらに、挑戦できる、アウタースペースモードとして、本当に幅広い、みんな楽しめるようなゲームとして作るようと頑張りました。なるほど、なるほど、なるほど。音ゲー苦手な方でもできる音ゲーっていうことですか？はい。アドベンチャーモードを企画したきっかけも、はい、このリズムゲームに苦手な方でも、ストーリーを見ながらリズムゲームを楽しめるように、ストーリーを入れて、そしてそのストーリーで終わることではなく、後で無料のアップデートでストーリーを少しずつまた次の話として楽しめるように今制作を続けております。待ってください、無料のアップデートっておっしゃいました今。はいはい、無料でアップデートしてどんどんお話増えていくってことですかこれ？はい、まあそういうことも今準備しています。うわ、無料アップデートということは、はい、今Steam で展開している PC のシスターゲートの方も無料の曲と、はい、ゲーム内で使用できるギアのスキンとか、はい、まあ、いろいろありますけど、それをちょっと持続的にアップデートで提供していますけど、はい、それと同じく Nintendo Switch 版もどんどん提供していきたいと思います。曲、まあ音ゲーってやっぱりこうね、音楽増えていくっていうところはやっぱありますけど、それってでもパッケージでも増やしていっちゃう、大丈夫ですか？そんな太っ腹にやってしまって大丈夫ですか？そんなね、どんどん増えていくってことですよ ね、 これね。はいはい、まだ大丈夫です。まだ大丈夫です。これちょっとみんな買って
いただいて、それこそね、買えば買うほどね、こう、はい、増える可能性もね、増えていくっていうことでございますが、なんかパッケージ見てたらですね、もうすでに100曲以上入ってるって書いてあるんですよ。はい、100曲。今まで Steam で、はい、提供した曲が全部入っています。全部はい。はい。はあ。そして無料アップデートで、はいはい、はい、無料アップデートでどんどん次々追加する予定で、はい、発売前には、リジサンジの、はいはい、セピナさんと協議をして、はい、セピナさんが直接歌った、旅の扉という曲があります。はい、それも、前には予定がなかったんですけど、はい、まあ、発売の折に、発売日の、デイワンで、アップデートで収録することができまして、はい、その方でどんどん無料の楽曲を追加する予定です。すごいボリューミーなタイトルですね、これね、シクスターゲート。はあ、い、でも音ゲー苦手な方とか、今までこうやってこなかった方とかでもプレイできるし、キャラクターも可愛いし、うん、ね、いいですね。ありがとうございます。はい、ということでございまして、いろいろちょっとシクスターゲートについてもお聞きしてきたんですけれど、メールもいただいてるのでメールも紹介していこうかなと思います。はい、メールこちらでございます。子供ドラゴンさんからいただきました。あみさんこんにちは、そしてキムさんはじめまして。初めまして。CFK さんがゲストということで、お恥ずかしながら今回初めて CFK さんの名前をお聞きしたので会社のホームページを見てみました。はい、Steam でたくさん売れたと話題になっていた猫パラ、そして過去この番組でも取り上げていたコーマジョーレミリアなど知ってるタイトルがいくつかありました。他にも、イラストの可愛いゲームだったり、ホラーっぽいテイストのゲームだったり、いくつか気になるゲームがあったのですが、キムさんおすすめの CFK のゲームを教えてもらえたら嬉しいです、ということでいただいておりますが、いかがですかプロデューサー、こうおすすめのゲーム。そうですね、ありがとうございます。ね、おすすめのゲームとしては、はい、今 Steam と Switch で発売中の野良猫物語というゲームがございます。野良猫物語、はい、どんなゲームですか。はい、プレイヤーが子猫になって、はい、道で生き残るゲームというか、生き残るゲーム、生き残るゲーム、はい、はい、過酷なことがあるんですか。はい、はい、ちょっと過酷かもしれないですね。野良猫物語見てみよう。はい。はい、ちょっとゲームのあらすじを説明させていただくと、はい、子猫が、はい、母と一緒に道を歩いてる途中で、はい、車に、母が死んでしまいます。はい、過酷すぎる。はい、名前が可愛いのに過酷すぎる。はい。鳥になった子猫が、はい、都市で、なんとか生き残るために、はい、ちょっと餌を探し、はい、人を会い、はい、冒険しながら、いろんな結末を向かってくる、はい、アドベンチャーゲーム。めちゃめちゃ過酷じゃないですか、今。野良猫物語検索したんですけど、こんな可愛い絵でそんな過酷なんですか、これ。はぁ。本当だ。説明は、はい、ちょっと厳しいかもしれないんですけど、実際にプレイしてみると、本当に温かくて、優しいゲームです。なんかドット絵のね、可愛い雰囲気なのに、ちょっと、境遇が過酷っていう、ああ、いろんな人に声かけたりして、ちょっと人の温かさに触れていくゲームなんですね、これね。はい。いや、ちょっと、がぜん興味がありますね、これ、猫ちゃんが餌を探している。あ、でもなんか今スイッチの任天堂ストア拝見させていただいてるんですけれども、結構お安めな値段で買える数ですね、はい、こちらもね、はい、値段も安いし本当にいいゲームです。いやー、これちょっとおすすめがなかなか面白いですね。あ、今ちょっとね、ちょうど収録中の今 Steam のセールが入ってるので、さらにお安く買えるみたいなのが今出てますけど、多分ちょっと放送の時にはちょっとセールが終わっちゃってるんであれでございますけれども。はぁ、野良猫物語。ちなみに他、こんなゲーム、他にはこんなのあるよっていうのも。はい。まあ、先ほどメールでもあったんですけど、はい。コーマジョーレミリア、本当にいいゲームです。ありがとうございます。おすすめです。ありがとうございます。
きっと近くにいるゲーム制作者が喜んでいることと思います。ニコニコしてると思います。はい。ちょっとね、手前味噌なんでそれはあれですけど、他は他はどうですか？はい。はい。はい。そうですね。ちょっと大人ゲーになるかもしれないんですけど。大人ゲー、はい。私の離婚ストーリーといって、私の離婚ストーリー、はい、はい、どんな、これは、はい、本当に愛し合った二人が結婚したんですけど、はい、別れる過程二人が別れる過程ちょっとなるほど、厳しい目線でした。なんかキムさん厳しいの、境遇が厳しいゲームが好きですか？そんなことではなく、なんかそうですね、ゲームはこれほどのちょっとね、はいはい、面白い。今ちょっとこれ離婚ストーリーあらすじ見てるんですけれども、はい、6ヶ月以内に証拠を集めて離婚届を突きつけろとか実情を知る離婚専門の弁護士が考えた離婚活動ゲーム、なんだこりゃ面白い、面白いじゃないですか。めっちゃ面白いですね。でも子供にちょっと勧めてることではなくそうですね、ちょっとね、はい、うわ面白い。ちょっとこれ、いやちょっとめちゃめちゃ面白いんで読んでいいですか？これバレないように素早くパソコンのロップを解除したり、寝てる間にスマホを見ましょう。うわーすごいな。夫婦の思い出が詰まった品々を選択して、美しかったはずの思い出から離婚、婚姻破綻の陳述書が出来上がります。怖ー。うわー、手に入れた証拠と配偶者の愛情度、所持金によって変わる結末、めっちゃやりたいこれ。めっちゃやりたいな。こんなゲーム、いや教えてくれてありがとうございますキムさん。これシクスターゲートとともにこれやります。いやいやいや私面白いな。CFK さんのホームページ見ると本当にいろんなゲームあるんでね、気になったやつぜひ皆さんも遊んでみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もう一つメールが来てます。読ませていただきます。カッキーさんからいただきました。初めてメールさせていただきます。今回はゲーム会社のプロデューサーさんがゲストに来てくださるということで、緊張しながらメールさせていただいております。僕は将来ゲーム制作会社に勤めたいと思っているのですが、正直自分に合う会社というのが分かりません。自分の好きな会社に応募したらいいのか、入れそうなところに応募したらいいのか悩んでいます。かっこ、もちろん入れるとは限りません。まあ、そりゃそうだ。もしよろしければ、どうして、キム・ヨンジュンさんが CFK という会社に入ったのか、きっかけとか聞けたら嬉しいです。ということでございまして。キムさんは CFK さんに入られて、ちなみにどれぐらい経たれてるんですか？そうですね。僕はこの会社でちょうど10年ほど働いていました。あ、それはもう長くね、会社でいろいろやられてるという。そうですね。あっという間に10年、流れてしまって、はい、僕もちょっとびっくりしました。あ、そう、短いぐらいの時の流れっていうことですが、ちなみにそのね、CFK さんに入ろうと思ったきっかけっていうのはどんなところだったんですか？はい。僕はもともとゲームは好きだったんですけど、はい、好きなことを仕事とまではしたかったんですよ。したくなかったんですよ。したくなかったんですね。はい。はい。仕事になるとちょっと厳しくなるなと子供からちょっと考えて、あくまでも楽しめる目的でゲームは置いといて、はいはい、本来はちょっと漫画家になろうと思っていたんですけど、はい、あんまり才能なかったんですね。まあ漫画の方がですか？なるほど、はい、漫画は本当に厳しい職業で、はい、はい、まあ、ワンピースとか、はい、まあ、ドラゴンボールとか見て育ったんですけど、はい、本当に漫画家はなりたかったんですけど、その才能がなくて、何をしようかなと思う途中で、その頃、なんとなくゲーム関係の翻訳の仕事をやることがありまして。ああ、翻訳、はい。はい。はい。コンパイルハートさんの、はい。はい、コンパイルハート、はい、超次元ゲーム、ネプ
チューヌというゲームがあります。懐かしい。はい。それを、その韓国版を僕が翻訳することができまして。へー、なるほど。はい。そこから、この CFK と縁ができて、あとで入社することになりました。ああ、じゃあ、ゲーム会社で、こう、僕はゲームを作るんだとか、プロデュースするんだとかっていうのじゃなくて、こう、つながりができて、お声掛けが、こう、声がかかったっていう。はい、はあ。そうですね。いや、でも、やっぱね、ちっちゃな頃から、こう、なんていうんですか、ゲームとかアニメが、こう、好きでいてくれて、日本のね、作品とか好きでいてくれて、そこからやっぱこう、ね、翻訳につながったっていうことですから、でもやっぱ好きな気持ちがあったからこそなね、流れには見えますね、これね。そうですね。その頃にもゲームを本当にやっていまして、はい。そして超次元ゲームネプチューヌというゲーム時代がちょっと昔のゲームのパロディとか、昔ゲームの話がすごく多いゲームなんで、はい。僕もそのゲームを韓国語で翻訳しながら、本当に楽しかった思い出があります。そっか、元ネタも知ってたりするってことですよね、キムさん。はいはいはい。そっかそっか。ああ、でもなんか、じゃあ、そのね、翻訳からのお仕事っていうことでしたけど、まあ、このメールくれた、高木さんなんですけれども、うん、なんかこうね、ゲーム会社入りたいっていうお話ですけれども、どうですか、こう、将来のこと考えた時に好きなところに、こうね、キムさんはなるべく仕事にしたくないっていう気持ちを子供の頃持ってたっていう話ですけど、好きなところに行くのか、こう別のこう何ですか、現実的なところに行くのかだと、何かアドバイスってあったりしますか？そうですね、ゲームの仕事というと最初に話したことがあったんですけど、はい、本当にいろんな方がゲームヒット賞のために下から捧げていますね。プログラマー志望もありますし、うん、イラスト志望もありますし、はい、まあ反対で翻訳とか、はい、デザインとか、はい、いろんなことでゲーム関連仕事をすることを考えてみると、道はたくさんいると思います。ただ、好きな会社さんに入れると本当にいいですね。なるほど。やっぱじゃあ好きなところにね、こう頑張っていっていただいて、まあね、はい、プロデューサー以外の道もたくさんあるから、自分に合ったところの部署を選べるといいなっていうところがですかね。はい、そうですね。いいお話ありがとうございます。いいね。はい、そんなわけでそろそろね、時間になってしまいまして、最後の質問をぶつけたいと思います。こちらです。今後の動きということでございまして、まあ、CFK さんの他のゲームだったり、シクスターゲートのお話だったり、いろいろお伺いしてきたんですけれども、今後こんな展開があるかもねっていうのをちょっとちらっとだけお聞きしてもいいでしょうか？はい。まず、シクスターゲートスタートレールは、はい。以後のダウンロードコンテンツのアップデートが予定されています。すごい。はい。今パッケージ版には先行で入っていますけど、はい、ダウンロード版専用としてダウンロードコンテンツのパックが次々発売する予定です。なるほど、パックも発売されていく。もういいですね、どんどん展開がね、はい、広がっていく感じですね。もちろんその間に無料のアップデートも予定されていますが、一応販売用も今準備しています。はい、ちょっといろんな展開だったり新曲だったりとか楽しみにしていただけたらいいかなと思います。はい、はい、また有名音楽ゲームとのコラボレーションも予定されています。有名音楽、はい、はい、今ここでお話しするとちょっとあれかもしれないんですけどはい、はい、叱られるかな。叱られるかもしれないやつはやめときましょう。でもなんかあるんですね。はい、有名な何かとコラボがあるんですね。はい。WU で始まるガイムネットゲームとのコラボレーションが予定されていますので。WU? はい。はい。WU です。はい。はい、WU で始まる。はい。なんだろう ?W? なんだろう、ちょっとみんなでこう見られ、気にしつつ。音ゲが好きな方なら、WU という、はい、単語を見て、あ、それかという分かると、分かると思います。ちょっとじゃあね、音ゲーマーが震え上がる情報が
上がるということですね。じゃあまたね、これもね、はあ、いっぱい動きがありますね、シクスターゲート。はい、はい、楽しみにしてます。はい、ちなみに CFK さんとしての動きとかもあったりしますか？はい、 CFK も新作が予定していて、あの公式な発表はまだしてないんですけど、はい、もうすぐあのプレスリリースで公式の発表が出る予定です。まずあの1作目は、はい、タイトル名前はまだ申し上げないんですけど、はい、一応コンビニエンスストアからあの、はい、美少女との恋愛を楽しめるゲームです。コンビニエンスストアで美少女の恋愛を楽しむ、はあ、恋愛ゲームが出るってことですね。はい、はあ、楽しみですね。はい、これ1作目っておっしゃいましたけど、ま、た他にも、はいはい、まあ、2つ目はちょっとあのメルエンティックな、メルエンティックなホラーアクションゲームを予定されています。メルヘンチックなホラーアクション、はい、メルヘンチック、はい、この説明ではちょっと難しいですね。可愛 いけどホラー、はい、はい、なるほど。先ほどあの話したあの野良猫物語のようなちょっと厳説明の説明だけはちょっと厳しめなゲームになるもなんですけど、実際にプレイしてみると本当に楽しいゲームなんで。なるほど。はい、はい、両方もうすぐあの公式発表があると思いますので、はい、よろしくお願いします。ぜひぜひ、じゃあね、あの CFK さんもチェックしていただきつつ、シクスターゲートもね、もちろんあのご購入いただいて、一緒にね今後のコンテンツ愛していただけたらいいかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、他にもなんかこれ告知しとこうかなみたいなことありますか、キムさん的に。はい、今 LINE で、ああ、はい、あのシクスターゲートスタートレールのスタンプを販売中です。あ、もしご興味がある方はぜひご確認お願いします。はい、ちょっとぜひぜひ、なんかね、あのイラストの設定資料集も拝見しましたけど、 SD キャラもめちゃめちゃ可愛いんで、ぜひ皆さん LINE スタンプ遊んでみてください。よろしくお願いします。はい、ということでございまして、はい、いろいろお話を伺ってきましたが、ここでなんと、一つお知らせがございます。番組の、ご視聴の方宛にですね、なんと視聴者プレゼントをいただきました。ありがとうございます。こちらなんですけれども、3月29日本日、公開日の、番組公開後に、私のツイッターにてプレゼントキャンペーンの該当ツイートさせていただきます。希望の方はこちらをRT、ツイッター上でリツイートしていただき、リツイートしてくれた方の中で、さらに今回、ゲストの CFK さんの公式ツイッターをフォローしてくださった方の中から抽選で4名様に、シクスターゲートの、ゲームパッケージ、こちら、設定資料集だとかこうサントラだとか、私がいっぱいなんかいっぱいついてるよって言ってたこの初回限定版のパッケージが1つ、そして、ダウンロードコードが3本ということで、ダウンロードでも遊べる、スイッチ版でも遊べる、こちらを合計4名様にプレゼントさせていただきます。いっぱいありがとうございます、キムさん。はい、こちらこそありがとうございます。はい、なんでちょっとね、これを機会にいっぱい遊んでいただいて、シクスターゲートの世界触れていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでございまして、早いものでお時間になってしまいましたが、キムさん、最後に番組リスナー宛に一言いただけると嬉しいんですが、よろしくお願いします。はい、こういう番組の出演はちょっと初めてで、本当にあの緊張してて、僕はどんな話をしているか覚えてはないんですけど、本当に楽しかったんです。ありがとうございます。ありがとうございます。またちょっとね、あの新作出たよとかっていう時は気軽に遊びに来てもらえたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、ということでございまして、本日のゲストはゲームパブリッシャー CFK さんからプロデューサーのキム・ヨンジュンさんでした。ありがとうございました。魔法使いと七つの扉。司書さん、この本蔵書できますか？リスナーさんから寄せられたちょっと人に言えない内緒の話、恥ずかしい話、失敗談などを紹介していきます。そんな話恥ずかしすぎる、隠さなきゃと判断された話は、魔法七図書館に蔵書が決定。蔵書されたらあなたの秘密は守られるかも、ということでございまして、読んでいきたいと思います。今日はね、一人なんでね、厳しくね、厳しくね、行こうと思います。厳しく
竹内くんいけるかな。はい、まず5つ目こちらです。 Good Albo さんからいただきました。司書さん大変です。何ですか。最近スマホの買い替えを機に推し活目的で SNS を始めたのですが、僕の性癖丸出しの名前が知人たちに知られてしまいました。どうやら SNS 登録時に連絡先と同期していたようです。恥ずかしさのあまり身も大しています。司書さんどうかこの本の蔵書お願いします。これはレベルが高い。いや厳しくいくって言ったけど、これはレベル高い。うわーマジか。うわいやーそれはきつい。だってリアル知人でしょ。リアルの知人だけじゃなく、まあ、ご家族ですとか、まあ、わかんない、つながってる方は同級生ですとか、まあね、あのお勤めされてる方、会社の上司、部下、同僚、すべてに自分の性癖、まあ例えば何でもいいんですけど、まあね、グッドおばさんのね、あの SNS は知ってますけど、あのね、お名前はね教えてもらいましたけど、ちょっとねここでは言えないのであれですけど、例えば皆さんがこうエルフ耳の先っぽが大好きさんだったとするじゃないですか。名前がやばいよね。やばいよね。やばいよね。たあとなんだろう、サキュバスになぶられ大使とかいう名前をつけてたらもうやばいよね。上司からもう次の日のあだ名サキュバスだわマジで。わかんない、なぶられ大使の方かもしれない。やばいよこれはね。これは厳しい。蔵書します。やばいね。もう遅いしね、しかも普通の名前に変えて もう遅いしね。いやかわいそうだな。でもまあ SNS 初期あるあるだよね。始めてなかったのをね、わざわざ始めて推し活でね。いやもうね、ネタに消化していきましょう。これはねちょっともうそっとしまっていきますね。よし、しまいます。はい、続きましてのお便りです。当たる1011さんからいただきました。ゆみさんこんにちは。こんにちは。失敗談なのですが、引っ越しが再来週に迫っているのにウィンドウショッピングのつもりが右手には洋服屋さんの袋が。PC を開けばネットでポチポチしてしまいます。引っ越し先で買えばいいのに欲望に負けてしまいます。司書さん蔵書お願いします。これはね、これはもう計画性がないね。計画性がないね。いやーでも分かるよ、やっちゃうよね。こう今買ったら邪魔なのに。いや私もあるんですよ。例えばね、こうレギュラーでね、あの夜にこう番組があることもあるんですけど、私その手前にやっぱね、こう打ち合わせとか仕事の合間に1時間とか空いちゃうことがあるんですよ。まあ、喫茶店入ればいいんですけど、なんか例えば次の打ち合わせでご飯食べるとかって決まってると、ご飯食べる前にな、カフェに入るのもな、食べるしなって思いながら、だったらなんかちょっとブラッとするかと思ってふんふんって見てると、うわめっちゃ可愛いのあるやん、どうしようと思って、なんかルームフレグランスの重いの買っちゃったりとか。なんかさ、こう棒ぶっ刺すタイプのさ重たいやつ買っちゃってさ、打ち合わせにも持ってかないといけないし、さらに現場にも持ってかなきゃいけないしっていう、なんでこれ今買ったんやろみたいな、今度でよかったのにみたいな。でもなんかラスト何点とかって書いてあると、うーと思いながら買ってしまったりとかあるので、まあ人のことは言えないんですけど、私も含めこれね、計画性のなさですね。俺はもうちょっとね、後悔して反省していただいて、私も反省しますということでございまして、あたるさん蔵書ならず。これちょっと業を背負って生きていきましょう。ていうかまあ反省しましょう、私たち反省しましょう。やっちゃうけどね、しょうがないけどね。はい、続きまして3つ目いけるかな、3問目とこちらです。ペネームあまねさんからいただきました。実は先日コンビニでコピーを取ろうとしたのですが、あまり使ったことのないタイプのコピー機で、どう操作したらいいのか分からず迷っていたところ、隣に作業着を着た方が来ました。その時なぜかその人を店員さんだと勘違いして、あのこれどうやって使うんでしょうかと聞いてしまいました。その人は、あ
私店員じゃないのでと言われてしまいました。めちゃくちゃ恥ずかしかったです。その後そそくさとレジまで行って店員さんを呼びに行きました。なお店員さんもそのコピー機の使い方がよく分かっていなかったらしく少し時間がかかりました。こんな内容ですが蔵書できますか。これあれですね、先生ママと呼ぶ症候群と同じですよね。まあ、ちょっと違うかもしれないけど、こうねなんかついこう気が抜けてなんかあママっつって言ってあいつ先生のことママって言うたぞっつって言ってバカにされる時、まあ、なんかクラスでねなんか年に 2,3 回遭遇した気がするんですけど、なんかそれと同じでねこうなんとなく店員さんっぽい人になんかあすいませんこれってちょっとあ私すいませんちょっと店員じゃないですっていうことがね、私も人生で一回だけあるかな。なんだ本屋かな、本屋にね、私ねそうそうだ本屋だ、本屋で、ま、すごい前ですけどエプロン着た人がいたの。本屋の店員さんってエプロンしてんじゃん。だから店員さんやと思ってなんかあすいませんって言ったらすごいびっくりした顔ではいって言われて、あのちょっと聞きたいんですけどって言ったら、あ店員じゃないですよって言われて、あすいませんって言ってたことがあったんだけど、多分ねあれエプロンだったと思うんだけどね、エプロンに似た服だったのかな、ちょっと分かんないけど、でもね紛らわしかったのだからなんかすいませんって言っちゃった記憶がね過去に1回だけありますけど、やるよね。でもなんか作業着の人をさこうコンビニで行ったら、これはねこれはちょっとポンコツミスですね。まあちょっとなんか頭がこう冴えてたりとかあのしたら多分間違えなかったのかなって思うので、これは天音さん反省してください。これ反省してくださいね。ちょっと、ね、反省員が2人いますけど本日、はい、ちょっとね周りにねこうなんだ気を使って見ながらやっていくと間違いも起こりませんので、みんないっぱい寝て目をシャキシャキして生活していきましょうということでございまして、引き続きこのコーナーではリスナーの恥ずかしかった話、失敗談などを募集しております。投稿は温泉番組ページの投稿フォームまで、お待ちしています。エンディングでございます。いやーね、国際交流とはちょっと違いますけど、でもなんかやっぱりこう海外に向けてやっぱさ、あの日本のアニメゲームがねこういろんなところでなんか人気だよ、海外でも人気だよって言われてるけど、なんか実感がなかったんですよ、やっぱずっと日本にいるからさ。でもやっぱこう、まあ、私も留学した時とかに、まあ、日本のアニメのコーナーがあったりとかね、アメリカだったんだけど、アメリカのねこう本屋さんとかに日本のコーナーがあったりとかして、あ本当に人気なんだなと思いましたけど、実際に生の声でちっちゃい頃からこういうゲームやってます、桜大戦とかさ、クロノトリガーとかさ出てくると、やっぱすげえな日本のアニメゲームって思いますね。やっぱそうやってこうね好きになってもらえたりとかする機会があるんだろうな、嬉しいですよね、そうやってね注目されるとね、はいと思いました。改めてね本当にキムさんありがとうございます。ということで、告知なんですけれども、そうですね、4月の15日に、東京新宿でファンクラブイベントを行います。場所は、ご購入の方、来ていただける方しかちょっと公開をしていないんですけれども、もう10年やっておりますファンクラブだったりとか、あとは、そうですね、 YouTube でもやってるので YouTube の、メンバーシップの方が、ご来場いただけますということでございまして、もし興味ありましたらぜひぜひよろしくお願いいたします。数に限りがございまして、このラジオを収録している現在で残り、一桁席になっておりますなんでもしかしたらもうちょっと公開されている時には終わっちゃうかもしれないですけれども、興味ある方はぜひぜひ調べてみてください。そして引き続き今月末まで、犬ヒロテレビアニメ放送中です。こちらもぜひチェックしてみてください。さあということでございまして、番組からのお知らせです。次回のマホナナは4月12日、4月
の12日放送です。番組ではリスナーの皆さんからメールを募集しております。温泉番組配信ページの投稿フォームまでお送りください。ふつおた、番組の感想、各コーナー宛てまでお待ちしています。ということでございまして、本日最後ねちょっと一人になってしまいましたけれども、4月からも番組終わらずニコニコと楽しんでいけたらいいかなと思いますんで、引き続き皆さん応援よろしくお願いします。今回のまほななもここまでです。お相手はあゆみでした。バイバーイ。この放送はまほなな制作委員会の提供でお送りしました。